高校生ぐらいになってくるとアルバイトだとかいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、その A さんがやっていたのが、はいはい、山林が多くあるからカブトムシクワガタがめちゃめちゃ取れる。はい、ですね。で取ってさ、高校生ぐらいだともうこの飼うとかじゃなくて、うん、養殖場みたいなところに売るんだって。とまあ買ってくれる。はいはいはい、はい、でまあ16、7だからもうそんなね、もうどん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 取って売ってた、うん、はい、でそれ A さんね、ちょいまあやんちゃ系なんですよ、はいはい、いわゆる不良っぽいんで、はい、友達とかとね、数人で一緒に家の前とかも取って、うん、売ってを繰り返していって、うん、もう茨城じゃないと、うん、もう徐々にもう栃木の方まで、うんうん、こう範囲を広げていったわけですよ。取る範囲どんどん広げていって、うん、まあ、たくさん売ろうぜみたいな感じになっていて、うんうん、ではある時に、まあ、今まで行ったことがないとこ行こうっていう範囲広げてる中で、うん、A さんがB さん、C さん、D さん、まあ、全男の子なんですけど、うん、不良系のやんちゃ系の子でね、まあ、今日行くぜって言って、原付で行ったんですって、うん、いろんなとこバーって探ってって、うん、うわ、取れるなーって言って、取って、どん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 奥行ったら、さら地みたいなところが山林の中に出てきた。うん、テニスコート、4面分ぐらいの広さのさら地なんだって。うん、そのさら地に有刺鉄線が、あたりを覆っている。うん、で、その真ん中に、うん、リングがあって、ウィングなんじゃないか、それはお前。昔に、デスマッチをね、松川光弘が後楽園ホールの、バルコニーから飛び降りたら有名なウィングなんじゃないか、それは。違うんですか？違いますよ。リングはないんです。リングはなかった。縦穴式住居、みたいな倉庫があったんだって。倉庫？そう。なるほど。見た目が縦穴みたいなね。そうそう。はい、蔵なのか、倉庫なのか、はいはいはい、っていうのがポツンって立ってるんだって、うん。で、外付けの階段っていうのがついてて、うん、その倉庫の2階に、うん、まあ行けるようになってて、木でできたようなドアみたいなのがある、うん。なんでこれをこんな鉄線で覆うんだみたいな、うん、意味わかんねえな。気持ち悪いなとか言いながらも、まあ、その頃のさ、高校生ですよ、ちょっと。まあ、これ本人が時効だっておっしゃったと言いますけど、ちょっと一服しようぜ、みたいな。まあまあまあ。ね、まあまあ、原付き止めて、うん、じゃあ、倉庫のさ、あれ、2階行って、はい、みんなでその中に入って一服しようって、はい。じゃあ行こうぜって言ったら、この階段登って行って、はい、2階にその木製のドアっていうのを開ける、はい。夕方前の時間だったらしいんですけど、めちゃめちゃ中暗いんだよ、うん。明かりも入ってこないから真っ暗だ。はい、うわ、暗いなぁ。まあいいや、でも、タバコ吸うだけだからって言って、うん、4人が一斉にライターつけたら、うわっ！あたり見てびっくりしたの。あたり一面、部屋中、全部お札が払えてる。うわ、怖っ。うわぁ、何これってなって、ぼんやりとさ、ライター近づけるとさ、こう、なんとなくわかるじゃん。なんて文字書いてあるんだろうって見たら、全部同じお札で、悪性退散って書いてある。そう、悪い星が去るようにみたいな、うん、でなんかこの言葉自体っていうのがなんかこの昔って立春が、新年の始まりだってされてて、うん、でその前日の節分っていうのが、うん、昔の暦で言うと節分が大晦日だったと、うん、でこの、節分の日にね、うん、いいものが来て悪いものが去るようにっていうことで、うん、福は内鬼は外みたいな言葉の意味合いで、うん、前世傀儡、うん、いい星がみんなに来るって書くんだけど、うん、前世傀儡ね、うん、でそれとともに悪性退散っていう言葉もあったと、うん、悪い星が私たちのところから去るように、うん、だからそういう悪いものをどっかにやりたいっていう気持ちの札みたいのがバーって貼ってある、うん、気持ち悪いなと思ったんだけど、うん、その中の一人の B 君っていうのが、うん、なんだこんなもんっつってビビってんのかみたいな、全然俺ビビってねえからっつって、ば、うん、剥がし出しちゃったんですよね、お札って言うと、いや全然大丈夫だからって言って、でそれ A さんとかも A さん自身は霊感なる人なんです、うん、だからあちょっとまずいなと思ったけどここでいやちょっとやめろよ怖いじゃないかとか言うと、うん、いや A ビビってんじゃんかって言われるから、まあ見てたと、うん、ああお前やるじゃねえかよみたいな感じ、どん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 剥がしてるけど、まあ、ちょっとみんな怖くなってきたんでね、だからいやもうちょっとこの辺にしてタバコ吸うやつがもう帰ろうわ、うん、帰ろうわって帰ろうわ、ね、ちょいちょいなんか怪しいところに結構ありましたよ、でも帰ろうわって書いてあったんだもん、それ書いてあった、書いてあった、謝った方がいいです、書いてないでしょ、ごめんねカメラやそうだね、本当に謝るの全部変ですよ、そうそう、 そう帰ろうってなって、でまあ原付に乗って、まあ、行動、うん、まあそのいわゆるバーってみんな縦一列で走ってたらしいんですけど、はいはいはい、そのうちね A さんの前を走ってたのが、さっきお札を剥がした B 君なんです。その B 君に、無数の
人影のようなものが覆いかぶさって、うん、そのハンドルっていうのを握ろうとしてる様っていうのが A さんパッと見たら見えたの、うん、うわっこれ B 君危ないって言おうとしたら、うん、B 君が原付バーンって転倒した、うん、で大丈夫かって言ってみんなで行ってみたらそのまあ一面は大丈夫なんですよ、うん、あの重傷っていうことで、うん、足から骨が見えている、うわ大変だった、えそんなこけたの、そうガーンっつって、だから多分なんかよくわからないものにだから段差もないのに急にこけたから あれおかしいなと思いつつも、うん、まあ救急車運ばれてっていうことだったんだけど、うん、でそれ以来ねそのあの B 君別に何かがあったわけではないんですよ、うん、で、うん、そこからこの話っていうのは A さん自身がちょっとやんちゃ系だったっていうこともありまして、うんうん、界隈ってものすごく広まるわけですよ、はい、でその中で同じようなところにね乃木の廃病院っていう心霊スポットがあるらしいんですけど、うん、それとともにこのお札の家っていうのがものすごくその近辺あたりで有名になって、なんかまあみんなが夏になると行こうぜみたいな一大心霊スポットになってしまった、はいはい、で A さんこのことをきっかけでねもうそこ行かなきゃいいじゃん、うん、だけどいや俺実はあれ行ってお札さでも友達が剥がしたりとかいろいろあったんだよとか周りに話して、うんうんうん、何回かその後も遊びというかで行ってしまったことがあるらしいんですよ、うん、で本人曰くあれは調子に乗ってた時期でしたみたいなことをおっしゃるんだけど、うん、ある時その B 君の転倒事件があってからもまた A さんそこに行ったと、うん、でその行った時っていうのは男性3人、うん、女性3人で肝試し感覚で行きましょう、うん、でそのお札の家の近くで、まあ、みんなで集まって今から男1女1でカップルを作る、うん、3組のカップルを作って、うん、1組が入ってそのお札の家の中に入る、うん、で10分間経ったら戻ってくる、うん、で次に2組目が行くで10分間での繰り返しでみんなで3組のカップルが全部10分間滞在して戻ってきた後にみんな何があったみたいなちょっとこう話し合うみたいな肝試しをしようということになったと、うん、でその時に3組のカップルやったんだって、うん、それを10分10分10分やって戻ってきたらこれ珍しいっていうか非常にあんまり僕聞かなかったパターンなんですけど、うん、みんなお化け見てるんです全員見てんの、1組目のカップルも見てるで2組も当然見てるんだけど見てるものっていうのがみんな口を揃えて言うのが女の子がその家の中で泣いてる女の子を見た、うん、しく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 泣いてる女の子 A さんも見たし、まあ、他のみんなも見てる、だけど一人だけ泣いてる女の子じゃないものを見た人がある、うん、その人っていうのが B 君なんですよ、うん、昔そこでのお札を剥がして転倒してこけちゃった B 君っていうのは女の子は見たけどその女の子は泣いていなくて笑ってたっていう、うん、笑ってる女の子が B 君がその家に入ったらスーって近づいてきて自分の近くまで来たと思ったらお札を剥がしてくれてありがとうって言ったうわってすっげえびっくりしたけど、うん、まあ、10分間そこにいなきゃいけないということで、うん、女の子はすぐ消えたからそこで B 君頑張ってね女の子と一緒にその時間過ごしたで戻ってきていやこれ実は俺だけこんな風だったんだよみたいな、うん、B お前そんなんだったんだみたいな話して、うん、でこの時ここから少し経ってから、うん、B 君自身が声帯をおかしくしたのか、うん、声を失ってしまったらしいです、うん、でそれとともに声気を失っていって、数年後には、B 君自身が亡くなるということになってしまったんです、うん、だからあの時に行った中で A さんだけが霊感を持っていたんだけど他の霊感を持ってなかった B 君、うん、だけどお札を剥がしてしまったがために謎の女性みたいなものに転倒させられた上にそしてゆくゆくは命を取られるような結果になったんではないかなと思われる、うんうん、でこのお札の家っていうのはですね心霊スポットとして非常にこのまあみんなの会話で有名になったらしくて、うんうん、なんかあなたの知らない世界とか、うん、その辺の番組でも取り上げられたことがあると、で自分の好奇心みたいなものへ行った場所でね、うん、なんか自分の親友がそういうことになってしまったっていうお話をいただきました、うん、はい、ありがとうございます。青森県には最強のトンネルがありますというオープニングで始まるんですけども、最強のトンネルって各県1個ぐらいあるんだろうね。まあでもそこでの一番怖いってこと。青森県代表らしいですよ。青森代表。まあ、で、いろいろなね、心霊スポットあるらしいんですよ、青森県。まあ、雪中行軍で有名な八甲田さん、ね。八甲田さんもそうだよね。で、なんかね、十和田湖。
ここもね、多いんですって。そっか。なんかこう。で、恐れ山もそうか。あ、そう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 。そう、ね、そうですね、うん。で、飛び降りの自殺の名所のね、あの橋とかもあったりして、いろいろあるらしいんですけども。はいはいはい。でも、多分青森県民の中で一番有名な新スポが、その青森県最強トンネルと言われてるところらしいんですけど。そうですか。結構特集とかもね、テレビでされたりもしたことあったんですって。その名も、うん、テクラ橋隧道っていう。テクラ橋隧道トンネルなんですけども。隧道ってなんかトンネルの昔の言い方だもんね。そうですね。うん、なんかね、五戸トンネルと三戸トンネルって、こう、通称があるトンネルがあって、この三戸と五戸をつなぐようにあるトンネルなんですって。だから、これをつなぐようなトンネルなので、通称が五戸トンネル、三戸トンネル、二つ通称あるんです。あ、どっちの名前でも通称するよ。出口入り口みたいなもんだ。はい。で、そのね、うん、なんでここが有名な新スポにされたかっていうと、うん、ここで昔女子高生がですね、もう地元の悪い奴らにですね、まあ、暴走族にちょっと拉致されて、もう放置されてね。で、もうそのことがもう嫌すぎて、うん、で、トンネルの上にある神社でですね、うん、この女子高生自殺してしまったんですって。うわ、痛ましいね、これは。そうなんですよ。だから、それ以来、その女性のね、目撃例。まあ、例えば、こう、すいなく女性の声が聞こえるとかね。まあまあ、そうだね。で、多分、そのね、拉致した奴らが乗ってた車が、白色のセダン。なんですよ、多分。だから、この噂でね、白いセダンを乗ってそのトンネル行くと、女性が現れるとか。なるほどね。で、暴走族だったんで、バイクね。うん、バイクで何台かこう連れ立って、うん、そのトンネルの中入ったら女性が現れて、みたいな、うん。なんかね、でもなんか、そういう、許せないみたいな気持ちでね。言われがあるトンネルなんですって。で、このね、岩福流さんが体験したのは今からちょっと8年ほど前。夏なんですけども。まあまあ最近だな。なんか、学流さんと、こう、もう、いつもね、子供にする弟がいてるんですよ。ほう。学流さんの弟。弟いるんだ。うん、で、霊感の強い、チャーリーさん。出た。なんか聞いたことある。なんか他の話でも聞いたことあった気がする、チャーリーさん。これ、チャーリーさんは、僕、うん、話いただいて、一回、七浦でも話したんですよ。あ、そっか。はい。これ、チャーリーさん、ね。はい。で、この、友人 M 君っていう、この4人でですね。おぉ、4人。ちょっとドライブしてて、うん、で、八戸市の方までドライブ行った、その帰りなんですけど、うん、こう車の中で、この M 君でね、うん、運転する車だったんですけども、うん、まあ、時間大体夜の10時ぐらいですね。で、コンビニに寄って、で、ちょっとね、こう、コンビニの駐車場でこう話とかしてたら、うん、M 君が唐突に、いや、そういえばさ、つって、チャーリー君とか、こう、学寮さんって、あれでしょつって、幽霊見えるんでしょみたいな。うん、俺見たことないから見たいんだよねみたいなことを言い出すんですよ。すごい出そうな前振りじゃないですか。いや、そうなんだ。綺麗に出る前振りじゃないですか、これ。したらね、チャーリーがですね、言うんですよ。いやいや、見てもいいことなんてないよ。言いそうだな、そういうこと見える人。ものすごく言うわ、そのセリフ。でね、うん、M 君やめた方がいいよって。絶対やめた方がいい。興味本位みたいな。でも M 君好奇心旺盛やから、うん、いや、ちょっと見たいんだよ。どうにかなんないかな、みたいな。気持ちはね、わかる。一緒にそういうとこ、みたいな。マジか。うん。いざないだ。うん、言うわけですよ。はいはい、で、M 君と学園さんは、本当に見てもいいことないから、うん、やめとこうねって一回止めました。一、うん、はい、回止めたんですけども、行きたいと。言うもんだから、うん、で、心霊スポットにも行ったことがないんだって、M 君ね。そういうのまで行ったことないから、もうどうしても行きたいっていうね、うん、お願いしてくるから、うん、こう、チャーリーがですね、うん、まあ、行くのはいいけど、俺がストップって言ったらストップしてね。あ、もう危ないと思ったら。これ以上はダメだと。はいはい、はい。わかるから、俺は、うん。うん。で、ストップして止まるんだよ、つって。ある種安心だけどね、そうなんですよ。いるとね、なんとなくだけど。安心ですよ。うん、だから、それを約束条件として、向かったんですね。で、さっき言いました、手倉橋隧道ですよ。はいはいはい。行ったわけですね。うん、で、まあ、道中、こう、田舎やから、こう、もう、田畑とね、こう、森が、こう、うっそうとしてる中を、こう、行くわけですよ。いやいや、まあね、いかにもな。まあ、本来ね、山行くようなとこではないもんね。そうそう。で、街灯もポツンポツンしかなくてね。うん、で、しばらく車走らせたら、うん、こう、民家がちらほら、またね、こう見えてくるんですけど、はいはいはい、もう明らかにもう集落なんですね。もう村とか町じゃなくて、もう集落、うんうん。で、そこをこう抜けていくと、参道に入って、
で、その山道を登った先にトンネルがあるらしいんです。で、心霊スポットといえど、そのトンネルって使われてるからさ、こう日中とかは、まあまあ輸送トラックとかがこう行き交うような場所ではあるんですね。で、これ、トラックが通るってことは、まあ言ってみたら近道なんですよ。なるほど。田舎でいうところね、この抜け道でね。で、近道になってるんですけども、ここをね、こう走ってく。で、もう夜はやっぱりこう不気味なんですよね。街灯もないわけですし、それはそうでしょ。トンネルの薄明かりだけなんで、ね。めっちゃ怖いでしょ。で、この山道に入ってすぐに、行きたいって言った M 君に異常が出てくるらしいんですよ。うんうん、どんなことかというと、うん、夜とはいえ、時期は真夏なのにもかかわらず、はいはいはい、なんかね、こう、汗が出るぐらい、もうみんな蒸し暑くて、エアコンつけてんのに暑いなって言うてんのに、急に M 君が運転しながら、寒いなって言うんです、寒くないですかみたいな。なんか感じてんの？いや、寒いわけないじゃない。暑いよ、確かに。エアコンかけてんのに、汗かいてるからって言って、うん。で、その時はまあ、あんま気にはしてなかったんですけど、なんかこうね、もうどん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 トンネルに近づいてくるにあたって、うん、もうなんかめちゃくちゃ寒がってるんですって。やばないみたいな。大丈夫かみたいな。で、このトンネルに近づいてくにあたって、なんとなくだけども、この車内のメンバーみんな、ちょっと空気が重くなってくるみたいな、雰囲気をちょっと感じ取ってて、で、チャーリーもね、やっぱこう、経験者といえど、ちょっと緊張しだしてるのが分かったんですって。なるほど。なんかちょっと、ね、気を引き締めてるというか、で、M 君は寒がってはいるものの、ワクワクしてるんですって。自分が行きたいっつってて。テンション上がってる。また難しい感情だな。寒いけどワクワクしてんの？楽しみっすね。いや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 、どっちだよお前。嬉しそう、ね。大丈夫かお前。やばいってるんです、ね。やばいんじゃねえのちょっと。で、あと少し数十メーターっていうところに来た時に、チャーリーが急に言うんですって。一旦止めよう！って。あ、映画の監督みたいだ。一旦止めよう！って。入った。止めて、うん。で、チャーリーがね、こう M 君に言って車止めたんですって。はいはい、そしたら、チャーリーが、ちょっと待って、つって。あ、いるいる。いるいる。あ、もういるんだ。ダメだこれ、つって。いるな、つって。数十メーター。うんうん、数メーターだな、つって。数メーター先、目の前に立ってこっちに睨んでるな、っていうんです。すごいな、チャーリー、さすが。で、その時なんですけども、トンネルね、後ろトンネルの方から、すごい強い風がブワーって吹いて、車体がブワーって揺れたんですって。車が揺れるぐらい。そうそうそう。でですよ、エム君は、こう、何やったんすかみたいになってるけど、チャーリー真剣なんですよ。で、チャーリーがこう真剣な表情でね、M 君にもう一度聞くんです。はい。あのさ、帰れって言われてるけど行くって言うんです。今その数メーター先にいてる幽霊から、帰れって言われてるけど、M 君、行ける行くって聞いてきたんですって。これはすごい投げかけだな。歓迎は申し訳ないけど、されてないわ。でも行きたい。って聞くんですって、チャーリーが。能力者の聞き方ですよ、いや、絶対行きたくない。いや、でも行きたいと思っちゃうのかな、わかんないけど、これ。で、チャーリーがね、続けるんですって。このまま行くと多分だけど、事故を起こすか、それだけで済めばいいけど。いや、帰ろう。怒らせると何が起こるか保証もちょっとできないな。帰ろうよ、これはもう。行く？って聞いてくるんですって。はい。そしたら、こうね、M 君がね、こう、チャーリーがね、そんな真剣に言うもんだから、わかんない。戻ろう。諦めたんですって。なるほど、なるほど。で、こう U ターンして帰ることになったんです。はいはいはい、で、来た道をね、こう、どんどんどん戻っていくわけじゃないですか。うん、そしたら、またね、M 君の様子がちょっとおかしくなってくるんです。え？だん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 ね、もうまた寒くなってきて、ガタ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 しだして、やっぱ寒いな、これ。今日寒いな、みたいな一人ごと言ってて、ヒーターつけていいですか？いや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 、夏、暑々みたいになって。夏って言っちゃった。ここを夏。夏も言っちゃった。でね、真夏ですよ、はい、めちゃくちゃ暑いのに、ヒーターね、つけるなんておかしいじゃないですか。それはもちろんそうですよ。ね。で、M 君ってメガネかけてるらしいんですけども、ね、こう、話してる中で、うん、いや、M 大丈夫って、いや、まあ、とりあえず寒いけど大丈夫ですって、こう、後ろを振り返った時に、学友さん見たんですけど、メガネが冬の時みたいに曇ってるんですって。ああ、運転大丈夫なの？ね、メガネが曇ってて。うん、で、はあ、寒い寒いって言いながら、うん、でね、ちょっと運転ができないぐらいまで、ね。はい、危ないよね、ちょっとね。ちょっと震えが止まれへんから、うんうん、ちょっと一回路肩に止めようっつって。はははで、ちょっと俺らは外出てるからヒーターつけてちょっと温まりな。なるほど。で、一回休憩したんですって。はいはいはい。で、こうガタ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 震えててね。で、見るからに尋常じゃないぐらいね、もう何かが起こっていると、うんうん。そしたら、チャーリーが言うんですね。起こってたから、多分だけど、見た幽霊が警告という意味で、霊気を放ってきてたんですって。
はあ、霊気は幽霊の霊に、気合の気ね、うん、霊気を放ってきたっていうんですって、で、その霊気に触れてしまったから、うん、ちょっと、M 君、こう、おかしくなってると、へー。で、まあ、俺らはとりあえずその霊気に触れても大丈夫だったんだけど、多分 M 君はそういうのに初めてだったしっていうので、影響受けやすかった。で、おそらくだけどこのまんまだとまずいからお祓いしないとダメかもなーって言うんですって、チャーリーが。で、チャーリーはね、どんな幽霊かもう見えてて知ってるわけじゃないですか。はいはい、だからそのどんな幽霊かちょっと説明してくれたらしいんですけども、はい、怒ってはいたものの、もともとは優しい女性なんですって。この幽霊。そうなんですか。はい、うん、で、もともとは優しい女性だから、うん、警告で済ませてくれたんですって。やばかったらもうすぐに来て、なるほど、や、なんかやる。何かをやってると。うんうん、だから、ちょっと時間経てば、うん、まあまあ、元に戻ると思うと。なるほど。うん、だから、ちょっと様子見だな、みたいな感じで。はい、で、優しい人だからこそ、うん、礼節をね、うん、ちょっとわきまえないと、まあまあね、失礼なことすると、ね、遊び半分で行ったら怒らせることになるから、うん、もう二度とそんな考えで、新スポ行ってダメだよ、M 君、みたいな感じで言って、うん、もう M 君ももう行かない、もう行かないっつって、うん、こんな状況になったら二度と行きません、みたいな感じで、約束したんです、はい。で、このチャーリーさん曰くなんですけども、うん、その女性の幽霊っていうのは、この一行がそこに行くことをもう知ってたんですって。あらかじめ。おー、すごいね。来ると。そう。で、心霊スポットの幽霊って、うん、なんかね、この幽霊に限らずなんですけども、うん、どんな人間が来るのかって、あらかじめ分かっているそうなんです。で、そうなんだ。幽霊も、もともとは人間やから、うん、悪い人間だって、あらかじめ分かってたら、うん、それ相応のやり方で潰してくるんです。うん、あー、はいはい。うん、だから、茶化して、行った奴らに、なんかしてくるんですって。だから、こう、M 君が面白半分で来てるっていうことに怒ってて、だからまあ、そのね、なんかこう、ガタガタさせるぐらいで、警告として済ませたけども。その程度でね、まあ、許してやるよみたいな感じだったかな。あと、だからこう、無理やり連れて来られたやつとか。まあ、そうか。そっち側には被害を及ばさない。被害を及ばさない。で、あとはこう、トンネルの中でね、トンネルで心霊スポットって言われてるけど、そこを通るのはもう仕方ないから。仕事とかトラックとか。そうそう。には、なんかこう、見えたりはするけど、事故らせたりとか、そういうことは、基本的にはないんですって。なるほど。うん、ただ、供養の気持ちのかけらもなければ、うんうん、もう軽い気持ちで来たやつ、うんうん、そんなやつは、とりあえず、心霊スポットに行っちゃうと、やばいよ、みたいなことをチャーリーが言ったらしいんだ、ね。なるほどね。っていうのを話してる間に M 君の様子が元に戻ってきたから、はいはい、そう。で、このまま帰ろうかって思ったんですけども、うんうんうん、ちょっとね、うん、その車内でね、うん、ちょっと近くにさ、キリストの墓があるからちょっと寄ってくみたいになったんですって。キリストの墓ってヘライ村ってとこだよね。昔で言うっていうかな、あるよね、青森県も。まあ寄るっつっても、ちょっと車ね、で、こう通りかかって見る程度なんですけども。よくなさるばっかりね、どうなんだろうね。まあそう、キリストの墓にね、こう行ったら、ちょっと夜中の2時だったんですって。で、駐車場があって車止めて、目の前に公衆便所があるんですって。で、公衆便所があって、で、こう公衆便所の電気がついててね、こう隙間からこう中がちょっと見えたらしいんですけども、なんか変なんですって。はい、うん、なんだと思って。そしたら建物はめちゃくちゃ綺麗で、で、新しくてね、明るいんですって。はい、でも、こうトイレを見てると、なんかね、気持ち悪いぐらいちょっと不気味なんですって。新しいのにもかかわらず。雰囲気とか。うん、で、ずーっとね、そのトイレの隙間をこう見てると、うん、その隙間を、ささっ、ささってなんかが移動してるんですって。こう影が揺れるというか。うん、で、じーっと見てたら、なんかに見えてくるんですって。あれなんだろうな、こう、ささ、ささってこう移動してんの。うん、あ、首吊りの遺体が揺れてるのと同じ動きしてるなって思ったんです。怖いよ。で、4人ともいてるんです、これ。おー、そうなんだ。で、うん？と思って。誰かいてる？いえ、いてないの、夜中の2時でこんなところです。気持ち悪いね、そんな。で、人がいるはずもないと。うん、で、もしかして、実際に本当に自殺している人かもしれないってね。まあ、その可能性もあるよね、うん、もちろん。M 君が言い出したんですって。うん、あれ、本当に人死んでたらやばくないですか、まあ、みたいなって。まあまあまあ、それはそうだよ。で、ちょっと俺見てくるっていう。大丈夫か？行こうとしたら、うん、チャーリーが、ダメ、行くなっつってバッて止めて、うん、罠だ、罠って言うんです。罠なんかよ、これ。罠だって言うんですって。うん、で、M 君止めて、チャーリーがずーっと見てるんですって。そしたら、
ちょっと待ってろっつって、トイレから異様な雰囲気が近づいてきてるって言うんです。で、囲まれる前に帰ろうって言い出したんですよ。いや、じゃあ何がいるんかよ、これ。うん。で、M 君の運転さして、こう、エンジンをね、かけるようにって、ブワーって、もう急いで出たんですって。で、この時4人が見たものと感じたものは一体何だったのかっていうものなんですけども、後にね、このキリストの墓にまつわる噂があって、で、公衆トイレに入ると具合が悪くなるという噂がこの一帯ではあるんです。そうなんだ。そう。でも、それが何なのかっていうのは、この噂の域出てなくて今でも謎なんですって。で、だからちょっとわからないんですけども、うん、たまたまその近くに通りかかったから寄ってくみたいな感じで、うん、まあなんかこう誘われたみたいな感じで行ってるじゃないですか。で、行った上でなんかこう罠的なものを張ってるから、うん、あそこにいる幽霊はすごく強烈なものなんですっていう、そういうやつ話なんですよ。で、この一連の後に、このチャーリーさん、うん、ちょっと申し訳ないなと思ったんでしょうね。うん、このテグラオス随道に、うん、お供え物と花を持ってね。ごめんなさいみたいなね。で、改めて、そのトンネルの方に供養しに行ったんですって。なるほど。そしたら、その時出てきた女性が、出てきたんですって。うん、で、チャーリーが、もう先日申し訳ございませんでしたって丁寧にね、丁寧に謝る。詫びたんですって。うん、そしたら、その例が、もう二度と、あんなノリで来ちゃダメですよって言って、すごい会話できたんですよ。すごいな、チャーリーさん。で、その女性の幽霊曰く、あの日軽い気持ちで来たの分かったから、うん、このまま通ると、トンネル内が危険だから、近づかないでって、その自分が見られるとかそういうことじゃなくて、トンネルの中が危ないから、あなたたちを止めたのよって、本当に心の優しい、めっちゃいい人だね。女性の霊だったんです。だから追い返したんです。運転手を震えさせることによって。なるほど。寒がらせることによって。こさせなくしたわざとね。だから申し訳ないですってちゃんとね、挨拶して帰ってきたらしいですね。だからまあ、噂だけでね、その、女の幽霊が出るっつって、女の幽霊が怖いんだっつって、ノリで言ったものの、実はそんなことなくて、女性の幽霊は本当に心が優しくて、トンネル内が危ないから帰った方がいいですよって言って。でもその帰り道に偶然立ち寄ったところで超やべえ幽霊いたなっていう。なんかちょっと。そこのいわゆる随道と、その、キリストの墓は、キリストのところの幽霊は別に関係ない。関係がないんですけども。なるほどね。能力者が一人いるだけで、こんなにも、話がいろんなものが出てきてしまうというね。なんかすごいね、そうなんだと思うことが多々あるし、やっぱりその、行く前になんとなく来るやつが分かってる。うん、幽霊側からしたらね、どういうやつが来るのか分かってるって。で、なんかがあるやつってのはやっぱそういう良くない気持ちで荒らしに行こうとかね。うん、そうね。そういうやつにやっぱりいろんな、こういう階段って罰みたいなものが下ってるよね。ね。だから、最後にガフレスも言ってるんですけども、うん、本当はね、こう、エピソードで、うん、僕らとかもあるじゃないですか、こういう体験したんですよ。うん、こんな怖かったんですよ、とか聞いた話でね、うん、こういうとこ行ったら、こんな幽霊出てきたんですよ、怖かったんですよ、っていう話も、本当はその出てきた幽霊が、より危ない奴から守ってくれてたのかもしれないじゃないですか。うん、まあ、なるほどね。危険があるから、ね、そうそう。うん、っていうこともあるかもしれないですよね、っていう、ちょっと、能力者ならではのお話です。今回ね、でもらった話が、ガムラさん18歳の時に、うん、まあ体験というか聞いたお話だと、うん、で、ガムラさん、福島県でお住まいなんですけども、うん、その中でですね、ある時ね、うん、まあ若い頃ってやっぱ心霊スポットにどうしても行きたがるじゃないですか、うん、で、地元の心霊スポットとか、なんかこうデートスポットとか、うん、ナンパスポットとかいろいろ行ってた時期があるんだって、うん、で、ある時に自分がコンビニでアルバイトしてたら、うん、まあ、うぇーいって言って、うん、まあ、友達が来たわけですよ、はいはいはい、よくあるじゃないですか、そういうね、コンビニバイトしてる時にね、コンビニバイトしてる時めんどくさいな、あんな来られるとね、そう、うわーって来て、はい、で、おい、バイト何時までって言ってくる、うん、終わったら心霊スポット行かないみたいなことを提案してきた、はいはい、で、その心霊、何心霊スポットどこっつったら、うん、雪割り橋知らないって言うんだって、うん、で、その雪割り橋っていうのがまあ、どうやら福島県にあるらしいと、うん、でも福島県も広いんでね、うん、自分が知ってる区画以外だと結構知らない場所も往々にしてあると、うん、だけど友達はそこがあの雪割橋っていうのがなんか新しい心霊スポットだみたいなので仕入れてきたと、うん、だから今から
俺ら行くからそれバイト上がったらさ何時まで終わったら行こうよっていう、うん、だけどねガムラさんすごく体験する方で自分のおばさんがめちゃくちゃ霊感がある、うん、でそのおばさんからお前はそういう心霊スポットとか、行くなと、うん、なんか悪いことを多分持ってきてしまうから行かないようにって釘を刺されていた、うん、だって、うん、で聞いてみたらねその働いてるコンビニから雪割り橋の距離っていうのがもう60キロもあると相当ですね車で60キロって言ったらやっぱ僕も運転するか分かるけどかなり距離じゃないですか。どっからどこぐらいまでですか東京で言うと60キロこっから新橋からどこぐらいまでですか、はい、虎ノ門ぐらいですいや近っいや車で3分あそうあそうなんだそれすらも知らんのいやいやいや虎ノ門が3分ぐらいっていうのもっていう時代もあったじゃないわけわからないもうこう引く車の時代だよもうこういうんじゃなくて車って言い方たちもあるんですけど、ね、あそうなんです、ね、そうなんですまあ、ね、とりあえずめちゃめちゃ遠いと、はい、だからバイト終わった後も疲れてるから、うん、そんなところに行くのもなんかバカバカしいから俺は行かねえわっつったら、はいはいはい、でなんか友達とかなん乗り悪いなみたいな感じであ、まあ、行っちゃったと、うん、でまあ、ガムルさんはその後普通に働いてて定時で仕事終わって上がる時にね、うん、でもなんかあんな風に言って雪割り橋って何なんだろうってちょっと気になって、うん、一緒に働いてた店長さんがいると、うん、でその店長さんにね自分が上がる時に、うん、店長ちょっと質問なんですけど、うん、雪割り橋って知ってます、うん、ちょっと聞いてみたんだって、うん、そしたらどっちの意味でって店長さんが聞くんだってほう、ええ、で店長さん曰くね雪割橋っていうのは、うんまあ、ものすごく観光名所でもあるらしいんですよ、うん、秋になると、まあ、その紅葉とかが見える、はい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 、綺麗だったりするけど亜美くんがね話してた話でも、うん、やっぱありましたよその観光スポットでめちゃくちゃ綺麗な景色でいろんな人来るけど、はい、実はみたいな裏側では心霊スポット扱いもされてる、はい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 、で多分そこもそういう感じだと、うん、でお前らみたいな年のやつが言うってことは多分そっちじゃないよなと、うんうんだから心霊スポットめいたところのことを聞いてるんだろうって言って、はいはいはい、なるほどね。だけど、うん、お前絶対に行くなよって、まあ、ここで丁寧に釘を刺されたわけなんですよ、ねはい、絶対に行くなよって言われて、はい、それどういうことですかって聞き直したら、はい、だってバイト減ったら困るんだよ、って言うと、はい、でああって上がろうとしたけどあまりにちょっとそのバイト減ったら困るとか絶対に行くなっての気になったから、はい、どういうことですか詳しく聞いてみたんだって、はい、そしたら実はなって話してくれたのが実際店長がね、はい、自分が若い頃に、まあ、その雪割り橋に心霊スポットとして、行ったことがあると、はい、で店長がその当時まあ若い頃で、うん、店長を A としましょうであと友達の B、うん、で霊感がある何かあった時に頼りになるだろう C っていう3人で、はいまあ、この通常パーティーですね通常パーティーですね、霊感強いからね霊感強いんですよそうこの3人で、はいまあ、向かうことになったと B 遊び人ですからね B はねそうなの、うん、この2人がいないと死んでもう話にならないですからなんなんロマルトリア違う違うサマルトリアロマルトリアってねサマルトリアそこははっきり言えよいや本当もうダメですそのボケダメです、はい、で、はい、この3人で要は向かうことになった、はい、でこのね雪割橋っていうのが福島県の中央よりやだ南にあると、はい、でその橋っていうのがね阿武隈川と、西郷村っていう村をつなぐ高架橋なんだってで全長が80メートル、はい、赤い欄干であるとで谷底があると谷底50メートルめちゃめちゃ高い距離の橋がかかってる、うん、じゃあそこに行ってみようってことになって着いたんだけど、うん、A さんとかその店長的にはねこう心霊スポットとして行ったんだけど、うん、実はもうほぼ観光地だから、うん、夜なんだけどちゃんと自動販売機とかもあるし、うん、なんか見れる、うん、ナイトスポット見たくなってて、はいはい、あ他にも人いるでしょうねそう怖くねえなってなってしまったのよ、うん、で時間が遅かったから自分たち以外にはいなかったんだけどああいなかったそうだからまあ車止めて降りて、うん、じゃあどうすっかってなんてなんかちゃんとなんか観光地っぽくてあんま怖くないけど、うん、とりあえず行くっていうのまあそうだ行くってなって、まあ、橋から向こうの対岸までね、うん、80メートルの距離っていうのを、まあ、その3人で、まあ、普通に歩いていくわけなんだけど歩いて行ってる途中に B や C が気づいて言うんだって、うんこれ結構揺れるな、うん、別に吊り橋でもない橋なんだけど、うん、なんか揺れるんだってすごい揺れてあこれ足元こんなにグラグラするんだって言って歩いてるうちにもうそのグラグラが強すぎて欄干ですよね欄干の方に体がこうなんか引き寄せられるような感じで、うん、おお危ない危ない危ないって言ってしまうと、うん、でちょっとこんな感じだとこれ向こうまで行けるってなって、うん、いやちょっと危ないから、まあ、男3人だけど、うん
手つないで、うん、3人でゆっくりゆっくり行こうぜってなって、はいはいはい、そういう状態で歩いていくんだけど、うん、めちゃくちゃ揺れると、うん、こんなに揺れる橋なんて聞いたことないんだけどってなって3分の1まで行ったんだけど、うん、これ以上行くまだ結構あるぜってなって危ないからもう戻ろうとなったらしいんですよ。で3人でキビスを返して戻ろうってなってくるって振り向いた時に、まあ、向こうから軽トラックがやってきたと。でその軽トラックが自分たち3人の前をブーって通っていく。でその時は歩かない止まってたらしいんですけど、通り過ぎていった後にじゃあまた歩こうかってなった時に気づいたと、うん、あ今軽トラ通ったけど揺れなかったよね、うん、ああそうだなってなって、今も歩みを止めてる時は全然揺れてないんですよ。歩き出すとめちゃくちゃ揺れる、あこれ違う、橋が揺れてんじゃないんだと、俺たちが揺れてるんだっていうのが分かったんだって。橋のせいじゃなくて歩き出すたびに自分の体の自由が効かなくなって、橋の欄干、その要は谷底の方に自分の体が吸い寄せられていくっていうのが3人とも全員で共通で感じたんだって、うん、これはまずいと、うん、とりあえずスピードアップしてなんとか自分の車のところに戻ろうとするんだけど、早く動こうとするとよりその谷底の方に自分の体が3人とも吸い込まれそうになるから、いやどうしたらいいんだってゆっくりゆっくり頑張って歩みを進めていって、やっと自分たちが止めてあった車の近くに着いたと。あこれで大丈夫だってなって、まあ、店長の A とそして B ね、で2人がこう車を乗ろうとしたら C が、霊感のある C っていうのがダメだ、肩掴むとダメだ乗るな、えなんで、車の方を指さして今満員だよって言う。 A と B には何も見えないんですよ。だけど霊感がある C 曰く今その車の中に5人乗ってる、うん、だから入れない、うん、今ここで俺らが入るときっとこの車ごと谷底に連れてがれてしまうから乗らないでおこうということで、うん、この A、B、C の3人、まあ、今現でいう現店長ね、うん、その昔の店長はその車の近くのベンチのようなところで座って朝まで過ごした、それで朝になったらその中に乗っていた霊みたいなのがいなくなったからそのまま車に帰ったそうなんですけど、うん、そういう経験を俺は昔したから、はい、だからお前は絶対あそこに行くなよっていうことは言われたと、うんうんうん、で鴨田さん自身もその自分のお家の近くとか少し行けばこの橋っていうのはあるんですけど、はい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 、この話を聞いてからはそういう印象が強くなってしまって観光スポットなんだけどなかなかそこに足を向くことはないというお話でございました。まあ、おじさんもね、ちょっとね、投稿いただいて、はい、で、ぜひ使ってくださいとのことなので、はいはい、話させていただきたいんですけども。うん、まあ、投稿いただいた方、まあ、仮名でいいでしょう。うん。うん、まあ、A さんにしようかな。いつもそうだろ。いつも出てくる A さんはね。A さんにしようかな。A さんですか、今回は。でね、こう、A さんがね、ね、15年ぐらい前。うん。まあ、若かりし頃って言ってました。はい、はい。若かりし頃に、まだね、20代そこそこ。うん、で、大阪に住んでるんですね。はい。で、大阪で起きた出来事らしいんですけど、うん、専門学校行ったんですって。はい。で、大阪のね。で、仲の良かった一個上の先輩、うん、まあ、これが、B 君、C 君にしておきますね。はい、はい。先輩 B 君、C 君がいてました、うん。で、いつもね、大阪の心斎橋。ああ、有名ですね。中でね、飲んでたと。で、うん、その日は夕方に集まって飲み散らかしとったんですって。うん、で、わあ飲んでて。で、いい感じに酔っ払って今日はこの後もう一軒行くか、みたいな話でね。うん、で、B 君がですね、うん、まあ、時間もあるから、うん、ちょっとその、C 君の家まで歩いて、行ける距離だから、うん、歩いて行って、で、C 君の家で飲み直さへんか、みたいな話になったんです。はい、で、もういいんじゃないか、って。で、まあ時間もあるしね、うん、っていうので、3人で、心斎橋から、まあ大体歩いて1時間ぐらいのところにある。ああ、まあ結構歩くね。まあ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 。まあ酔い覚まし、ね。酔い覚ましみたいなね。で、まあテンション上がってるか、お酒飲んで。まあね、楽しいからね。で、わーわーわー言いながら、こう街歩いていくみたいな流れになったんですって。うん、で、心斎橋を抜けてしばらく歩いてると、大通りに出まして、うん。で、その大通り3人でね、もう若いですから、わーってしゃ、はしゃぎながらね。うん、歩いてるわけね。ね、歩いとるんですよ。うん、そしたら、気がつくとですね、C 君がいないんですって。あれ、いなく、いきなりいないのえっつって。うん。あれ C はっつって。
うん、じゃあ C 探すんですよ。今まで普通にワイ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 喋ってたのに C 君がいないんですって。はいはい。で、A 君、A 君とね、その B 君が C 君どこだっつって探すわけじゃないですか。うん、で、探したら、まだ心斎橋から数十分っすよ、うん。数十分ぐらいしか歩いてないんですけど、うん、その繁華街に似つかわしくない、うん、なんか廃墟があったんですって。で、その廃墟の向かいにね、うん、その C 君が立ってるんですって。うん、で、何してんの、うん、ってなるじゃないですか。もちろんもちろん。っていうか、こんなとこに廃墟あるの？みたいな。その二つの驚きね。ちょっと、一瞬パニックになったんですって。はい。で、あれみたいになってて。うん、で、B 君は、うん、霊感がめちゃくちゃ強い先輩なんです。で、この B 君がずっとその廃墟の前で立ってる C 君ずっと見てるんですね。うん、あーみたいな感じで、ちょっとしかめっ面ね、みたいになってて、うん、あれもしかしてって思ったんですって。これなんか見えてんじゃないかな。あ、なるほど、ね。その時点でね。うん、で、その C 君とこ行って声かけるわけじゃないですか。うん、で、おい、どうした C 大丈夫かつって、うん、B 君が言うんですね。で、A 君も大丈夫ですかみたいな感じで声かけてて。うん、なら、C 君なんか言うてんすって。うん、で、何言うてんのってこう聞いてみたら、うん、呼んでるから行くわ。呼んでるから行くわ。呼んでるから行くわ。って言ってるんですって。怖いね。なんだろうね。まあ、関西の方なんでね、こう大阪弁なんですけど、呼んでるから行くわ、みたいなことをずっと言ってるんですって。呼んでるから行くわ。よ、うん、うん、どういうこと、うん、あ、呼ばれてる。呼ばれてる、呼ばれてる。呼んでるから俺、行くわってずっと言ってんすって、うん。もう明らかにおかしい。おかしいね。でマジで、ちょっとどうしたんつって、うん。で、ちょっと怖くなってきて。はいはい、大丈夫ですか ?C さん。大丈夫ですかね ?B 君にね、うん。言って。で、B 君もね、これちょっとね、やばいかもしれへんな、みたいなこと言うんですって。うん、で、ちょっとね、これ、ちょっと無理やりちょっと、その場所から引き離そうと思って。はあはあ、もう廃墟が気になってしょうがないから、この家が関係してることは間違いないと思って。はいはいはい、ちょっとそのずらそうとするんです、うんうん、だからもう全然動かないんです、うん、普通ね、こう引っ張ったらこうちょっとでもこうなるじゃないですか。いやいや、それは行くでしょ絶対。全然動かないんです。なんでダメです、動かないです。ん、みたいになって、うん、ちょっと離れて様子伺ってたら、このね、うん、C 君呼んでるから行くわみたいなことを言い続けてたと思ったら、うん、急にしゃがみ出したんですって、そこに。ほう。で、しゃがみ出して、うわーって地面をやり出して、もう生爪剥がれるぐらいまで、やるんです。掘ってるんですって。もう呼ばれてるみたいなこと言いながら、ぐっとやって、もう血だらけになって、もうすぐ止めたいけど、あ、いや、怖いから、ちょっと、みたいに。引く、一回引いて、そう何ってなるよね。みたいになっちゃって、二人で。はい、で、もう気づいたら、もう血出てるから、やばい、大丈夫かみたいになって。で、もうその時点では、もう、ね、霊感が強い B 君も、もうその助けないといけないモードになってたらしくて、おい、大丈夫かしみたいになって、おい、タクシー止めろみたいなことで、もうね、もういろいろ指示してくれるんですよ。で、タクシー止めろって言って、で、タクシー止めて、で、急いでね、こうタクシー乗り込んで、で、こう二人でこう抱えてね、その C 君を乗せて、で、とりあえず C 君の家に行こうってなってたから、はいはい、で、その C 君の家の方にね、こうタクシーにこう伝えて、うん、で、早くこう C 君の住所伝えて行ってくださいと。はいはい、で、こうタクシーがね、ブーン行くんですけど、もうこんな状態で乗ってきてるから、タクシーの運転手、どうしました？いや、絶対そうでしょ。やばいの来ちゃったってなってるでしょ、多分。どうしたんですか？みたいになって、こうしゃべりかけてくるんですよ。はい、でね、もう A 君とこう B 君でこう C 君挟んでるように、はいはい、挟み込むようにこうしてるんですけど、はい、奥に乗り込んでこう B 君がこういう風にそのね、C 君を後ろ振り向かせない状態にしながら、うん、A 君と運転さんに対してね、絶対に後ろ振り向かないでくださいね。いやいや、絶対に後ろ振り向かないで、もう住所まで行ってください。いや、運転手さんがきっちりだろそれ。で、なんなんこいつらってなってる絶対。みたいになってる。なるでしょそれはもう。急に割増料金で持ってほしいわって思うよな。後ろ振り向いたらあかんのみたいになってて。はい、でもそんな状況になったのがエイズも初めてやから。はい、いや怖ってなってて、もう絶対に後ろ振り向けない状態になってて、うん、でその道中もね、もう苦しそうにねしてるんですって。シーク。なるほど。首のところなってて。みたいな、なんかこう、吐
きそうなのか、なんかこう苦しさゆえに、なんかわめいてんのか、わからんけど、くぐーなってるんですね。で、もう血出てるからさ、もう血だらけになってて、もう完全にホラーじゃないですか。めちゃくちゃ怖いね。運転手さん、ルームミラーも後ろ振り向いてあかん言われてるから、見れないから。これしどいね。もうこの状態ですよ。ね、必死でとりあえず運転するしかないと。で、ブワーッてって、で、もう着きましたーってなって、で、着いて、で、金払ってシーコン下ろして、はい、で、二人でも抱えながら、うん、でね、10階なんですって、はいはい、その住んでたマンション。で、10階にあるそのシーコンの部屋に向かったんですね。はい、で、ちょっと鍵バー出して、うん、で、行ったことあるから、うん、で、ここバー出して鍵開けて、うん、入れろ入れろって、バーって入れて、うん、で、ちょっとね、こう、リビングに寝かして、うん、で、とりあえず、塩探せ、塩って言ってます。簡易除霊みたいなね。うん、で、あ、わかりました、塩ですね。塩バー探すんですけど、うん、男の一人暮らしの家のね、そのキッチンの。めちゃめちゃでしょ、キッチンのね。どこに何があるかわからへんから。うん、で、もうバー探して、で、塩持ってきて、塩ありましたっつって。で、こうね、塩を渡すじゃないですか。うんうん、で、こう、塩をね、とりあえず、こう、バーって、こう自分にね、まずね、こう、簡易除霊で、こう、すり込んでから、何か塩と、したんですけど、こうやってる時に、スッとね、C 君が、今、うーなってたのに、急に動き出したんですって。で、どこ行ったどこ行ったどこ行った探せ探せってなって、パッて見たら、ベランダから降りようとしてる。いや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 、ちょっと待って待って。やばいやばいってなって、で、もう、わーって二人で、抱えて、もう、半ばバックドロップみたいな状態で、まあそうね。引き剥がして、やばいぞこれってなって、で、とりあえずもね、こう、ね、A 君が、その C 君をこう、何もせんように、こう、ずっと、押さえとけと、もう抱えろ、つって、で、もう抱えさせられて。で、その間に、その簡易的な、除霊じゃないですけど、その B 君がなんとかね、こう、塩をこう、いろんなところにこう、すり込んで、で、こうやってて、大丈夫かな、みたいな感じでこうやってね、なんかこうやってるんですって、お祓いみたいな簡易的に。でもそれをこう、見てることしかできないじゃないですか、A 君は。そうね。大丈夫なんですかみたいなことを一回聞いてみたんですって。そしたら、このね、霊感強い B 君がこうやりながらね、こんなこと言うんですって。とりあえずな、お前の隣にな、今、その原因になってる幽霊が今耳元のとこおるから、お前絶対にそのなんか聞こえてもそっちの方向くなよって言うんです。いや、向くだろう。いや、俺んとこ来てんかいと思いながら。で、もうなんとかこうお祓いしながらやってて、で、とりあえずそのね、どんな奴がいてるんですって言ったら、はいはい、もう白髪頭白髪の老婆なんですけど、うん、もうイメージはヤマンバなんですって。うんうんうん、で、もうそのヤマンバみたいな奴がものすごい形相で、とりあえず A 君の耳元のところで何か言うてるんですって。言ってんの怖っ。で、もう俺もそこまではっきりとは、もう聞き取ったらダメやと思うし、情報はこれしか伝えられへん。もうちょっとお前頑張っとけって言われて。いやうわーやって、一生懸命やってて、で、とりあえず、急に、その C 君の力がふって抜けたんです。はい。そのタイミングで B 君も、はぁ、あ、いけたみたいになったんです。おぉ、まあ、とりあえず、なんか成功したんですか、はあ、よかったみたいになって。これ手こずったみたいなこと言うてるんですって。ははははで、もう状況わかんないじゃないですか。全然わかんない。とりあえずババアがいて気持ち悪いとかね。ね、巻き込まれただけや、ま、結局、何だったんですかって、いや、まあまあ、後で説明するから、とりあえずこの、今倒れてる C を何とかしようって。で、C 大丈夫か大丈夫かって言ったら、C 君パッて目覚めたんですって。うん、たら、C 君が、めちゃくちゃ悲しいって泣いてるんですって。めちゃくちゃ悲しいって言って、もう号泣してるんですって。なんかね、その最初廃墟見た瞬間に、なんか、その廃墟の中で起きた光景なのかな、何かが頭の中に浮かんできたんですって。で、その登場人物が、その おばあさんらしいんですけど、多分、その白髪のね、ものすごい形相で起こってた老婆なんですよ。でも、別にその C 君が見たビジョンの中では、特にそのおばあさんが起こってたわけじゃないんですって。でも、ものすごくその光景を頭の中にこう入ってきたビジョンをこう思い浮かべると、めちゃくちゃ悲しくなってくるんですって。あ、そうなんだ。で、もう今でもまだ悲しくてしょうがないんだ、みたいなこと言ってて。で、ね、B 君に聞いてみたら、おそらくその廃墟の中で何かが起きてね、もうその悲しい状況になったんだけど、もう本当に、その C 君が意外と霊感強かったっていうのと、あと、この B 君、霊感強いね、その B 君自体が、
そういうなんか場所とかそういう霊とかを引き寄せてしまう霊感が強い中でも引き寄せ体質らしいんですよ。で周りを巻き込んでしまうんだと。あ、なるほど。だから俺はあの巻き込まれてしまった人のためにこういう簡単な除霊をすることもできるように一応教えてもらってたんだよって。でそんな状況に A さんは巻き込まれたわけで、まあそうね、で僕大丈夫なんですか、気になる一番ね。結局最後自分のさ耳元で何か言われてたじゃない。でもなんかちょっと怒ってるっぽいんでしょ、なんか分かんないけど、そう怒ってる、うん、でその内容っていうのはおそらく B 君が霊感強くて、で C 君も霊感強くて、うん、でこの霊感が強いと思ったからその2人にすがろうとしたのに、うん、無理やり引き剥がそうとするから、うん、霊感がない A 君のところにどうにかしろよって。いやそう言われましても当社としては受け止まれないんですけどってなるよ ね。だからそのタイミングで仮にパッてねこう喋ってる方向を見て目があったらお前やばかったなって言われる。怖いね。大阪の繁華街からちょっと歩いたところでそういうことに巻き込まれたっていうね、お話でございます。なるほど。まあ、最近まあ投稿でいただいたお話なんですけど、うんうん、やっぱこうトンネル系っていろんなお話やっぱあるじゃないですか。あ、まあ多いでしょう。はい、うん、でこのお話がまあこれね怪談ファンならもうテンション上がってやまない、旧犬鳴きトンネル。なんか犬鳴き村って映画でねよりちょっと ね話題になったんですけど、はい、まあ A さん男性30年ぐらい前、はい、1990年ぐらい、ぴったりぐらいの出来事なの。なるほど、なるほど。だからゲームボーイとかが出たての頃をイメージしてもらうと、わかりやすいと思う。ゲームボーイ分かりづらになった。あ、そっか。わかんない。なんでテトリスとかがなんか全盛だった時代ですよ。テトリス全盛ね。そう。はいはいはい。で、なんでテトリス全盛って言ったかと思うと、今偶然にもちょっと。スーパーマリオランドがいいなあれは、あの、ファイヤーボールが直線じゃなくてこうなるからね、当てづらい関係ねえよ、そんなもんは。なんでテトリスって言ったかっていうと、はい、ブロックはイメージあるでしょ、はいはい、ブロックありますね。犬鳴きとね。上ね。そう、はいはい、なんか入れなくなってるじゃん。ちょっと空いてるやつ。そう、はい、テトリスみたいになってるでしょ、はい、あれが、はい。あれが、1990年の時っていうのは、なかったんだって。はいはい、だから、普通になんか、ね、で、うん、出口、入り口で通行できる、うんうん。そういう時代に、その A さんっていうのが学生時代で、まあ、下宿して、うん、まあ、その10代、19とか、そんぐらいの頃で、友達が同じ下宿でね、うん、いるから、あそこ行こうじゃないかと、うん、肝試そうと行き寄るね、行き寄るわけですよ。僕の後輩も行ってますから前ね、話した話で。あ、分かった。行くんですよ。上から出てきたってことでしょ。怖いやつだね、ブロックの上からね。行かない。もうでもだ10代の血気盛んですから、じゃあまあまあ運転しよう。だから A 君 B 君 C 君 D 君男性4人ですよ、うん、で D 君が車運転して、まあ、残り3人助手席とかに向かって、うん、でトンネルのところにまあ車が着いた、はい、ってなった時に、一個決めてたことがあると、うん。っていうのが、A 君、B 君、C 君はトンネルの入り口にまず待ってるんですよ。うん、で、この D 君っていうのが、運転しながら、車のランプを、ライトをアップライト。アップライト。ハイビームね。ハイビーム。ビーってね。ね、はい。まずして、うん、そのトンネルの中に人とか動物がいないかをチェックしながら、こう行って、で、出口のところで車を止めるんだって。で、そこで D 君は一人で待ってんの、うんうん。で、この D 君の車がライトパッて全部消して、うん、テールランプをつける、はい。テールランプって皆さん知ってますか？背後のところですよね。いや、俺知らない。ごめんなさい。知らなくて。文面で書いてあったからね。テールランプをパッとつけたら、その A 君、B 君、C 君は、じゃあ合図だっていうことで、手持ちの明かりなしで、そのテールランプを頼りにトンネルの中を通って、車のところまで行こうっていう肝試しだ。肝試すね。肝試すわけですよ。運転手一番怖いやないか。だから一人で待ってなきゃいけない。運転手は。いや、怖い。だから、じゃあまあ、バーって行って、テールランプがパッてついたんだって。だから A 君、B 君、C 君は、よし、じゃあここから行くぞってなった時に、C 君が言うと。ちょっと見てみて。ちょっとテールランプのとこ見て。誰かいるっていきなり言い出したんだって。で、なんで誰かいるって言ったかっていうと、ランプが、ってかライトがついてるのに、うん、そのライトが、なんか、たまにその前を誰かが、こう横切ってるように、うん、たまにライトが消えたりするんだって、うんうん、人がこういう風になんかライトの前を遮って動いてるように見えるから、なんか、変な感じ。あれ、誰かいるよね。いや、でもさっき、あいつ車で通ったけど、多分誰もいなかったよってなって。
メールとか電話とかもできない。携帯電話ない時代ですから、まあ、しょうがない。連絡取りようないから、3人はとりあえず車の方に向かうしかないわけですよ。うん、怖いな、気持ち悪いなって言いながら、まあ、トンネルの中入っていくと。まあ、めっちゃ暗いからね、そのテールライト、テールランプをね、めがけて歩いていく、はい。で、トンネルの3分の1ぐらいまで来た時に、はい、この A 君っていうのが何気なく、あ、怖いなって言いながら壁の方をプッて見た時に、ちょっと目に入ったものがある。うん、その目に入ったものっていうのが、青白い色をした、うん、なんかね、ちょっと奇妙なものだと、うん。漢字の山を皆さん想像してください。うん、山っていう漢字あるでしょ、うん、あの形が、なんていうのかな、青白く光って輝いて壁にくっついてんだって。で、それっていうのが、例えばこう、蛍光灯をずーっと見てて、急にパッて明かり消すと残像が残ったりするじゃないですか。うんうん、あんな感じの残り方で青白く山があるんだって、壁のところに。え？何あれって思ってて、自分の目線を動かすと、その残像っていうのはついてこないんですよ。だから残像じゃないんですよ。完全にその壁にくっついてるもん。はいはいはい。なんだろうと思って見てたら、山の左側の縦の棒の部分から、割り箸ぐらいって言いますけどね。割り箸ぐらいの、なんか、長さの棒のようなものが、自分に向かってふーって出てきたんだって。うん、壁から棒がふーって出てきた、うん。で、A 君はそれが何だかよくわかんないから、うん、え？なんか出てきたと思って、うん、その棒を自分の手で掴もうとした、うん。そうした途端に A 君自分の首根っこを掴まれてグッて後ろに引っ張られた、うんうんうん。それは B 君がやってたんです、うん。それに触っちゃダメですって B 君が言うと。で、B 君っていうのは若干というかその幽霊を見る力が、うん、A さんは見たりするけど、はっきり見たことはないタイプなので、うん。で、B 君が言うには、あれに触っちゃダメです。うん、あれっていうのは、真ん中にお母さんがいて、そのお母さんが両脇に赤ちゃんを抱えてる幽霊です。うん、で、その幽霊の一人赤ちゃんの左側の赤ちゃんの方がね、うん、自分のことに気づいたと思って、うん、こう、手を差し出してきてると。それを、A さんあなた今掴もうとしたんですよって言われて、うんうん、あ、そうだったのかって、俺には見え方こうだけど、うん、見えるやつからしたらこんな風に見えるのかって、普通そこでめっちゃ怖くなって、うん、じゃあ走ってもう逃げようとかなるじゃない、うん、だけど感情がおかしいんだって、 A 君ねなんか感動してるんだって、はい、それを見て、はい、普通だったら怖いと思うのがうわーすごいみたいな感動して、うん、本来だったら怯えたりするのにね、しかも笑ってんだってさ、うん、はっはっはなんか、うん、感動して笑ってるっていう感情がめちゃくちゃになってると、うんうんうん、で自分でもこれ何なんだろうおかしいなと思ってる時に B 君がさらに言うと、ちょっと今 A っていうか A 君がそれに気づいたことによって、うん、周りにいる幽霊たちも自分たちにが気づかれたってことを分かって寄ってきてる、うんうんうん、上見てくださいって言われてパッと上見たら、うん、トンネルって半円の形してるはずなんだけど平らに見えるんだって、うん、でその平らに見えるところにね、なんかこう雨降った後の水たまりみたいな、うん、青い水たまりのようなものが天井にくっついてんだって、うん、でそれが今からまさに下にポトッポトって落ちそうな感じでこうタラーンって垂れてきてる、うん、で B 君曰くあれは幽霊の塊です、うん、まとまった悪意のようなものが上に今くっついてます、うんうんうん、あれ今からこっち垂れようとしてきてるんで、うん、絶対にそれに当たらないでくださいって A さんが言った、うんうん、そんなこと言われてもと思いながら、うん、A さんもでも感動して笑ってるってわけわかんない状況ですよ、うんうん、で B 君と C 君にこう腕引っ張られながらなんとかこの車があるトンネルの出口のところまで行くことができたんです、うん、あ、やっと出口着いたと思って C 君がじゃあ、 あの車 D の車開けさせますって言って、うんうん、D って言うんだけど、うん、車ロックがかかって扉開けてくれないんだって、うん、ってなってて A 君と B 君っていうのはもうその自分たちがねトンネルの出口出たんだけどトンネルの入りなんていうのか上の部分からは先ほどの青い幽霊の塊みたいなものが、うん、トンネルの中から出ようってこっちで迫ってきてるんだって、うん、うわってなってあれ出てきたら俺らやばいってなった時に B 君がお経を唱えられますか、うんえ、うん、一応、般若心経なら言えるけど、って、うん、じゃあ二人で唱えましょうって言って、うん、マカハニャハラミタで唱えるんだけど、うんうん、全然その動きが止まらないんだって、うん、どんどんこっちに来る。ああ、やばいって思った時に、トンネルの自分たちが今まで入ってきた入り口の方からね、パン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 って爆竹の音がしたの、うん。多分誰か他の侵入者が来て爆竹鳴らしたんだろう。うん、と思って、その音がしたら、うん、今まさにこっちに来ようとしてた青い幽霊の塊たちの動きがピタッて止まって、うん
スーってトンネルの奥の方に入ってったんだと、あ、多分爆竹鳴らしたから反応してあっちの方に行ったんだみたいな。爆竹の方にね。そう。うん、で、その時に車のドアが開いて、うん、D 君が、まあ要は中に入れてくれたと。うん、で、A 君、B 君、C 君、D 君4人で、うん、まあ車乗って何事もなく、その後は家に帰ることができたと。うん、だ結果この後何があるってわけでもなかったんだけど、うん、あの時、A 君曰くね、あの時入り口で、まあ、多分ヤンキーだと思う、うん。そういう人が爆竹を鳴らしてくれたから自分たちは助かることができたけど、うん、それがもしなかったらどうなっていったのかと。ヤンキーの。たまたまよ、ね。そう、ほんとたまたまの、ね。ヤンキーの方たちのご無事をお祈りしますっていう形で。結ばれてました。ね、そんな話なんですけど。で、なんかね、車に戻って3人で、だから4人で話しながら、まあ、下宿に向かってさ、うん、うわ、怖かったなとか言いながら、通ってる時に A 君たちが最初見たことを話したんだって、うん、テールランプつけたら出発だってなった時にその前は誰かが動いてるみたいって言ったじゃん、うん、であれっていうのを D 君に聞いてみたんだって、うん、じゃあ D 君は、うん、まあ、向こう側についてもう、まあ、来るのを待つだけだから一、うん、人で音楽を聞いて待ってたの、うん、そしたら自分のねなんか背後に気配を感じたと、うん、そしたら車の後ろの窓ガラスリアガラスっていうのそこからおっさんがおじさんがこっちをこうやって覗いてるのが見えたんだって。うん、で、うわ気持ち悪いこんなところに何このおっさんと思って、うん、なんか、姿バレちゃったけど、うん、な自分がいるのバレたくないから、こう、体こうやって隠してたんだって。うん、はい、そしたら、あ、大丈夫かなと思ってたら、今度前の方見たら、前のガラスの、うん、右下のとこからおっさんが顔半分出してこうやって覗いてたんだって。うん、うわ、これ幽霊かどっちかわかんないけど、めっちゃ怖いってなって、うん、もうずっと音楽聴きながらこう震えてた、うん、だから最初あのみんなが戻ってきてドア開けてって時ロックかかってたからね、うん、だから対応することができなかったんだってことが分かった、うん、だから結局それっていうのが霊なのか人なのかっていうこともよく分かんないんだけど、うん、まあ、天井にいる、うん、外に出ようとしてた謎の霊とか、うん、お母さんが赤ちゃん抱えてる霊とかであと人なのかどうなのか分かんない謎の人物がそこに出てきたりとか、うん、なんか3つぐらい怖い話を一気に味わった感じでしたともおっしゃってましたね。関西にある女子大生だった時、うん、関西にある大学に通ってた女子大生の時ですね、うん、で当時ね軽音部だったんですってノンさん。あ、軽音はいいですよね。軽、はい、音はいい。軽音軽音ね。軽音だよ。軽音って軽音じゃない。軽音部体温いくつですかの測る部活じゃないよね。軽音軽音部はい、はい、だから20年ほど前なんでね。あ、2000年ですよ。ああ、なるほど。ガールズバンドとかを多分カバーしたりしてたんじゃないですか、ちょっと。そうね、多分ね。で、あの、直接ね、可愛がってもらった先輩がおったと。うん、で、その先輩からね、うんうん、あの、シンスポ行かへんつって言われたんですって。どこの大学でもやっぱりシンスポ誘う先輩いるんだね。いるんですよ。やっぱ時代、まあ、時代っていうかね、いるんだね。で、盾やからさ、やっぱ。まあ、そりゃそうだ。あの、女性なんですけど、こう、盾なんで、うん、可愛がってもらってるから、うん、行かないといけないじゃない。うん、でも、ノンさんもともと霊感ね、うん、ある血筋なんですよ。お父さんの影響かなんかで、ね。なるほど。で、あの、すごい見えやすい体質やから、うん、ちょっとシンスポにね、近づくことさえ避け取ったんですよ。ああ、怖いからね。基本的に。よくないもんね。で、この声かけてきた先輩っていうのが、うん、まあ、慶応もそうなんですけど、あの、サークルにも入ってて、ほう。あの、ミステリー研究部みたいな。いいですね。はい。ミスケンみたいな。ミスケンですね。おぉ。の、ノリで活動しているサークルなんです。ああ、なるほど。はい、わかります。なんとなく雰囲気はね。うん、MMR ですよ、MMR。マガジンのね。何年に滅ぶぞ全然滅ばなかったんですけど、あれはあれで面白かったですけどね。で、はい、ノンさんが霊感体質なのね、知っとったんですよ。そうですね。はいはい、だから、あえて、連れて行きたいから、うん、でも断られると。で、ある時ですよ。うん、まあ、そのね、先輩含め、その部活のね、メンバーとかでね、あの、夜釣りにみんなで行くからさ、ほうほうほう誘われたんです。もう夜釣り。夜釣りだったら楽しそう。面白そう。あ、行きます、行きます。行きましょう。でもそれ間違いだったんです。車2台でね、行くっつって待ち合わせ場所行くじゃない。うん、で、あの、釣り道具とか持ってこなくていいよ、みんなが持ってくるからって言われたから、はあはあはあ、まあ、一応ね、そのアウトドアできるような格好で行ったわけですよ。うん、あれ、うん、釣り道具持ってないんですよ。え？何？乗って乗って乗ってっつって、乗せられて。
はい、はめられたんです。私が釣られちゃったよ。かわい、めちゃめちゃかわいそうじゃないですか、これ。つって。かわいそう、これ。もうこれはもう心霊スポットへ行くツアーですよ。これはひどいですね。はめられて連れてったんですね。気づいたら目の前には京都にあるハイホテルなんですって。入り口はね、頑丈なフェンスでこうね、うん、バーってなってて、鉄条もガーってなっててね、入らないやってるんですけど、まあ、僕も経験したことあるんですけど、侵入者がその後を立たないんでしょう。こう、切られてるんですよね。入れるようになっちゃってるんですよ、中にね。で、その時点でもう、ノンさん、片ズーンってなって、重い。なんか明らかに、こう、重いというか。で、ああ、もう、きついんだけどなーと思ってて、もうちょっと入んのきついですよっていう。でも、先輩命令でね、一緒に、ちょっと、入ろうよって言われて。ひどいね、これ。でも、しょうがないな。雰囲気もあるから。ノリもね、ノリもあるから。しょうがないですよ。中に入るんですよ。でね、そこの、京都のハイホテルなんですけど、こんな噂がありまして、不倫カップル、とある不倫カップルが、うん、まあその不倫をね、してしまったことを、まあ、区にね、二、うん、人で、自殺したと。そういう噂があって、で、されていって潰れたっていうね、ハイホテルなんですけど、はい、階段をね、登るにつれて、ノンさんのさっき感じたこの肩の重みっていうのが、どん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 重たくなってくるんですって。あれ一人じゃないなっていうこの重さがぐって重くなってって、で途中ね3階の踊り場あたりでね急にもう気持ち悪くもなってきて、うーってなってきて、もう吐きそうになってきて、重いずーってもう座り込んじゃったんだ。かわいそう。でね、その座り込んだ場所っていうのが後々分かったらしいんですけども、不倫カップルが自殺した場所だったんです。その場所っていうのは敏感にやっぱ感じてしまうかね。でそんなこんなで屋上まで結局連れてかれてね。でノンさんはですね、自分の霊感がこう入ってからどん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 敏感になるというか、うん、霊感がこう増してる気がしてきてて、はいはいはい、であこれやばいなと思ってパッて横向いたら、うん、少し離れたところにタキシードを着た男性がこうやって佇んでるんですって。もう明らかおかしいじゃない。心霊スポットにタキシード姿の怖っ立ってるんですって。ミスマッチ感がめっちゃ怖いね。ね、こうやって立ってて、うわ、なんであのところにおじさんいんのつって、うん、ああもうこれやばいよねつって、でね、こうおじさんがいてるのをちょっと友達とかにどうやって教えよう、でも教えたらパニックになるようなみたいな、もう自分でこうキョロキョロして、で自分重いから、いやこの重いの嫌だなと思ってパッて後ろ向いたらおじさんがこうやって言ってる。うわ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 、おじさんついてきたんですよ。重いのっておじさんこうやって、うわそうだったんかい、あか見えるぐらいまで自分の霊感増しちゃってると、はい、もう自分のね気配だけじゃなくて、で自分とはもう一人別にね、うん、霊感が強いメンバーがいたんですって、はい、その集団の中に。でこのノンさんのもう帰ろうよはその先輩には届かないけど、うん、もう一人のやつが言うと先輩と多分同等なんでしょうね、うん、関係性が、もう帰ることに、こいつが言うならみたいなことになると、だからこの霊感強い子がもうここやばいよ多分つって、ノンちゃんもえらいことになってるからつって、うんうん、やばいやばい帰ろうっていう声を聞いてホテルを後にするんです。あ、よかったよかったね、そうやって出てね。したらね、こうお別れ際にその先輩がノンさんに言うんですって、お前霊感やっぱすごいよなって、また誘うねみたいな。いやその一連があったから、いいって一回でも最悪やと、うん、この大学生活私はこんな目に遭い続けるのかと、引きりね、引きずり回されるのか見たくなっちゃう、これ、うん、そうなんですよ。でね、うん、思って生活した矢先ですよ、はいはい、その先輩とまあ友達とかね、同じサークルのこのね、メンバーたちと普通にドライブした帰りに、その大学の周辺の地元でね、うん、寄ったガソリンスタンドで、はい、同じ大学の、大学通ってる友達がガソリンスタンドでバイトしたんです。ああ、なるほど。で、ああ、どう、ああ、つって、なんかこうね、話して、うんうん、あ、ここでバイトしてんだ、みたいなことをね、こう、うん、話してたら、翌日、大学でこのガソリンスタンドでバイトしてた友達が喋りかけてきたんだけど、うん、あのね、つって、もし違ってたら、私が言うことを無視していいからね、って言うんです。はい、何その入り、うん、すごい嫌なんだけど、その入り、うん、はい、おかしいね。あのね、同僚にものすごく霊感強い子がいるんだけど、うん、のんちゃんが乗ってた車あったでしょ、うん、乗ってた、あれって4人だよねみたいなこと言ってて、うん、いやそうよって、私入れて4人だよって、うん、
めちゃくちゃ人乗ってたっていうのよ。パンパンに。そんなに、うん、で、その辺で、ついてきた感じじゃないと。ほう。もう明らかに、ターゲットというか、うん、狙いを定めて、ついてきてるんです。その4人に。ああ、なるほど。4人を何か貶めてやろう。めっちゃ連れてってやろうっていうのが、こう、外で、うん、で、見てた霊感が強い子に伝わるぐらいの、ね、この、うわーみたいな。で、車の中にぎゅうぎゅうにいてると。だから最近心霊スポットとか行ってないみたいなことを聞かれたと。なるほど、なるほど。もうそれは言ってますから。言ってるからね。だから言ったじゃないと。はい、私は行きたくなかったんだと、うんうん。それをね、先輩に伝えたんですって。うん、したら、先輩もやっとね、分かってくれて。それで。状況を知ってるからさ、その一緒にガソスタ行って、なんか明らかに一人ちょっと不審な同僚がいたっていうのを見てたから、ね、はいはいはい、はい。あ、なるほど。つって、ノンさんはそれ以来、誘われなくなったらしいんですけど、はい、その先輩が所属してたそのミステリー研究ですよ、はい、ね、ね。そのサークルのメンバー、うん、これがですね、今はもう取り壊されている、うん、当時ですよ、絶対に行ってはいけないって言われた、うん、奈良県最強の心霊スポット橿原病院っていうところがありまして、そう有名なんだろう、ね、僕もこれいただいてから調べたんですけど、はいはい、まあまあやばいっぽくてですね、でこの肺病院なんですけども、うん、医療ミスを隠蔽してからですね、手術が全く成功しなくなって、もう夜逃げ同然でいなくなってるんです。すげえなんか言われがあんだね。でね、そういう状態で廃業してるから、うん、いろんなものが残ってるんですよ。ああ、なるほど。で、霊感がね、その、強い A というメンバーがね、うん、ここはマジでやばいから、入らない方がいいよって言うたんですよ。うん、あれですよ、ノンさんともう一人、霊感強かった。霊感が強かったよ、ね。こう、A がマジでやばいからって止めたのに、うん、やっぱ入っていくわけなんですよ。メンバーたちが。で、途中で、うん、まあ、B 君と C 君、うん、この二人がですね、ちょっと様子がおかしいんだって。うん、その様子がおかしいっていうのは、もうずっとね、独り言のように、うん、2階に行かなきゃ、2階に行かなきゃ、2階に行かなきゃって言うてるんですって。ああ、で、その先輩も、もう見てて、うん、これやばいやばいってなってるね。これ同時に、それを言い出したもんだから、2階に行かなきゃ、二人ともが。で、最初ふざけてると思ったんです、うん、同時に言い出したから。示し合わせてね、なんかやってんのかなと思うね。でね、1階から2階に階段登るじゃない。うん、階段登って2階に着いた瞬間に、B と C、バーって走り出す。それで、怖い怖い怖い。急に走り出して。で、うん、カルテがバーって広がってるけど、うんうん、その中からカルテをバーッ探すんです、二人でクルッとバーッってカルテ探し出して、でこうカルテ探しながら、キヌコさん、キヌコさん、キヌコさんって言ってるんです。名前言ってるんですよ、キヌコさん、誰かの名前言ってるんですって、うん、でそう言いながらね、カルテを探してて、でもうこれやばいから、この状態やばいから、それもちろん、もうみんなで、この B と C を無理やりね、連れて、車に戻したんです。はいはいはい、でね、こう暴れながらですよ、二人ね、こう、押さえて、で、車に戻して、で、みんなこう押さえつけてる間に、この霊感強い A はどっか電話してるんです、うんうん。で、A が、ああ、わかったわかった、そうするそうする、みたいな。とりあえずコンビニコンビニコンビニ行こうって指示出して、で、その二台車でね、その近くのコンビニに行って、はい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 、で、A がブワー走って電話しながらね、塩を買ってきて、で、アラジオ買ってきて、これどうしたらいいの、この塩って、うん、これどうしたらいいのみたいな、何か教えてもらってるんですね、うんうん。で、こう多分電話の向こうでなんか呪文みたいなの言ってるんですって。で、それが何かノリとか何かわからないですよ、俺は、うんうん。で、その言われるがままに、これを唱えながら塩をビート C にバーって巻いてるんですって。で、その間、その B と C 二人なんですけども、うんうん、バーってぶつけられた塩をこう舐めながら、キヌコさんって言ってるんですよ。キヌコさんって言い出して。で、もうこう自分にかかって落ちた、その塩をこうやりながら、キヌコって書き出してるんですよ。もう明らかにやばいな、みたいな感じで、ずっと A がこう何かを唱えてって、それが唱え終わった瞬間に、示し合わせたように B と C がバタンって気失ったんです。ほよかったっつって。これ払えたんちゃうか。で、A さん曰くね、うん、親戚にお祓いも行っているお寺があったんですって。うん、で、もうそれが頭の片隅にあったから、うん、一か八かで、
電話したんだって。そしたら、まあ、私がこう電話越しに、普段行っているようなお払い方法をやってみると。うん、で、これは申し訳ないけど、うん、遠隔でやってるじゃない。ああ、まあそうだよね。だから、もう、じゃないかね、気休めなんだと。うんうん、で、申し訳ないが、今後どうなるかわからない。親戚の方がおっしゃってたんです。うん、で、この内容を先輩から、ノンさん、聞いたんですね。でも先輩の会話ここで終わってるんですよ。今後どうなったか、うん、今 B と C が無事なのか教えてもらってない。へーってことはノンさんがね B と C どうなったか気になるじゃない、うんうん、気になるね。だから聞いてみたんです。あ B と C ってどうなってる、大丈夫なんですよねって聞いてみたら、うん、話したくないって言うんです。どうなってるかわからないっす。でその後サークルは解散したんです。だからやっぱりね、うん、絶対に行ってはいけないと言われているようなところってやっぱ行っちゃダメなんだなっていう、はあ、恐ろしい話です。まあ、体験者が A さん男性、うん、でこれが学生の時、大学生の時にね、うん、A さんで B 君 C 君 D 君この4人多いな。多いんですよ。で、この4人で、いるなこの、そう、ね、心霊スポット行こうぜ、みたいなことをようやってたと。だけど、いろんなところ行くけど別に霊に合わない、うん。なんだ、なんかいつもいないから、なんかちょっと人スパイス加えようぜ、みたいなことで、うん、知り合いとか仲のいい女の子で、A、B、C、D の次なんで E にしましょう。うん、E 子ちゃんっていう女の子がいると、うん。で、この子は霊感があると。うん、だから、この子を、連れてったらリトマス試験紙的なもので ね、 なるほどね、あれですよ、昔だから山の神トンネルに連れて帰った時の大若さんみたいなもんですよ。 俺役だ。この子がわーって言ったらうわいるんだねっていうことになるから、るじゃあイコちゃん連れて行こうって言って、はい、じゃあ分かって行くわってなって、でその行こうって決めた場所がさっき言ったように朝鮮トンネル、うん、で正式名称二股トンネルって呼ばれる、うん、岐阜県最強と呼ばれるめっちゃ怖いところだと、うん、でそこに D 君が運転してみんなで向かったと。でこれね、そのトンネルが最強って言われるのは、その中のトンネルも怖いんだけど、そこに行くまでがめっちゃ大変らしいんですよ。うん、なんか左側が山肌みたいな。ああ、まあまあね。はい、わかります。で、右がもう崖なんだ。だからもうちょっと運転誤ったらもう崖落ちるみたいな。うん、そういうところをって行って行くわけですよ。うん、で、まあ着きましたわって、トンネルの近くが、まあなんか草原みたいなところがあって、うん、そこ車止めて、じゃあ今から行くぞってなったんだけど、この霊感があるっていういい子ちゃんが、うん、もうその時夜9時ぐらいでめっちゃ暗かったらしいんですけど、うん、私無理と、はい。ここはちょっと怖くて行けないっていうことを言い出したと。霊感があるやつがもう最初からそんなこと言い出したから、うん、これどうしようってなったんだけど、いい子ちゃんを一人車の中に置いてきぼりにするのも、なんかちょっとあれだなってところで、うん、運転してきた D 君と E 子ちゃん、この二人が残ると、はい、A 君 B 君 C 君は行こう、うん、トンネル入っていこうってことになった、うん、で懐中電灯を持っていくけど、なんかねものすごく闇が深いと、うん、2メートルぐらい先でなんか光が吸い込まれる感じで、もうちょっと先も分かんないと、もう真っ暗なんだね。真っ暗なんですよ、うん、で車1台分が通れるぐらいの幅なんだって、トンネルが、うんうん、じゃあそこ入るぞって、うん、ああ怖いなって言いながら入っていくと、で入ってったら壁とか落書きとかもね、なんかそういうのテラスとしてあると、うん、では気持ち悪いな、やっぱ湿気もあるなみたいな感じで進んでいったら、道の途中であたりでね、ちょっと道幅の広いところに出たらしいんですよ、うん、でちょっと風景というかその変わったもんだから、 A 君ね、まあちょっとなんかみんなを元気づけるじゃないけど、うん、テンション変えようと思って怖い怖いってなってるから、うわーここはすごい声響くなーってで声を出した途端に、洞窟だから多分湿気があるから水滴が落ちてきたらしいんです。で A 君のうわー響くなーって言った時に首筋にピチョンって水滴が落ちたんです。めっちゃびっくりしてうわーって A 君声出して走ったと、バーって走っていって入り口に戻ればいいのに出口の方に走っていってしまったと。で一人がうわーってなったもんだから驚いて、 B 君 C 君もその A 君について出口の方までバーって行ったと、うん、で3人で、まあ、要はトンネルの出口に出て、うん、はぁはぁってなってると、出ちゃったよと、うん、これ
思惑で言えばね、まあ要は心霊スポットだから怖いな怖いなって言って出口まで行くのがメインじゃないですか。うん、だけど変なことで A 君が驚いちゃったから、おいどういうこと、うん、で出ちゃったじゃねえかよって。うんうん、C 君が A 君に言うと、うん、で A 君はあごめんごめんってあるさ、あの耳元こう耳元じゃないこう首元に水滴でさびっくりしちゃってさ、うん、って言うんですって、うん、そうだったのかしょうがねえなーってなってたら B 君 A 君が今その状態になってで、うん、C 君が問い詰めたで B 君もう一人 B 君がね、うん、懐中電灯持ってないんだって、うん、持ってないんだろうけどまだしもなんかよくわからなくてうなずいてんの、うん、一人でうん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 、うんってなんかちょっと笑ってんの。うんうんうん、いや、うん、いやそう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 俺じゃねえかそれ。僕がよくやるんですよね。うんうんうん。そう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 。あ、モーモーじゃない。みたいな。みたいな。ほぼ俺に近い動きをしていたらしいんですよ。で、うわモーモーに似てるなってまあ、思わずにね。いや変な感じだなと思いつつ、はい、そしたら C 君が言うと、うん、今通ってきたところは、うん、まあ今の。第一のトンネルで、うん、もうちょっとこれ行ったところに、昭和の初期までは奥まで通じてたけど、今入り口だけちょっと入れる、もう一個トンネルあるんだ。ほう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 。じゃあもうせっかくだから、そこも行って、いろいろ何があるか確かめようぜ、うん。あ、そっか、そうだったんだって言って、A 君、B 君、C 君、3人でもう一つのトンネルにそこから向かったんです。うん、で、もうそこのもう一つのトンネルっていうのはものすごいちっちゃいんだって。うん、人一人が入ったら、もう幅がない。うん、だから、A 君、C 君、B 君っていう順番で3人で入っていったと、うん、で怖いなって言って入っていったら結構すぐでもう行き止まりになっちゃったんだって、うん、土砂でね埋まってて、うん、あもうこれ以上行けないやって A 君が思った時に異臭がしたと、うん、変な匂いしたんですってえ何だろうと思ったらガスみたいな匂いがした、うん、でこういうところって例えば変なところでなんつうのあ毒ガスみたいなのが出てきてもおかしくないから、まあまあね、これもしかしたら俺ら死んじゃってやばいかもって言って、はい、A 君は後ろにいる B 君とか C 君に向かってガスの匂いがするからやばい逃げろって言って、うん、わーって3人とももうそのトンネルからバーってまた出てきた、うん、でああやばかったなーとか言って C 君ももうゲホ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 言ってると、うん、でまあ B も大変だったよなって言って B の方見たらまたさっきと同じように懐中電灯持たずにうん、なってる。で、その時に、A 君、あれ？これって、本当の B かみたいな。なんか気持ち悪い。なんか乗り移られてんじゃねえかみたいな。まあおかしいもんね。うん。っていう異変に、ものすごくその時、違和感を覚えたんだって。うん、だけど、もうこれ、とりあえず、今のところはもう終わりだから、うん、もう戻るしかないと。で、自分がさっき、その、わーって言って水滴入って出ていっちゃった、第一のトンネルの出口から入って、まあ、入り口、みんなが待ってる、D 君と、いい子ちゃんが待ってる車のところまでトンネル通っていったと、うんうんうん、でまあ一応懐中電灯ね A 君と C 君は懐中電灯をつけて向かっていくで B 君もその後ろについてる、うん、入り口付近まで来た時に自分たちが入ってきたその入り口のところで明かりがついてるらしいんですよ、うん、あ明かりついてるなんだろうと思ったらあそうだと思ったと、うん、D 君がいるから車のライトで照らしてくれてると、うん。だからちょっと明かりが見えるんだと思ったらしいんですよ。うん、あ、よかった、明かりが見えてほっとしたからもうちょっとだなーと思ったら、その明かりの方、入り口の方からタッ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 って足音が近づいてきた。うんうん、え、足音 ?D か E 子かなって思ったら、パッて逆光で姿が見えないらしいんですよ。うん、足音だけ近づいてきて、パッてその自分の目の前にその人の視界が入って分かるようになった人物誰だったかっていうと、うん、前から来たの B 君だったんですよ。あれ？なんで目の前に B がいるんだと思って自分の後ろパッと翻ると B 君がいないんですよ。うん、A 君と C 君二人だけになってるんですよ、うん。本当は B 君いたはずなのに、なんで今 B が目の前にいるんだと思ったらその B 君っていうのが、にた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 笑いながら、こっちに近づいてくる。うん、え？怖っと思って自分が足を一歩下がると、一歩近づいてくる。うん、気持ち悪っと思った時に思わず、トンネルに入る前に霊感があるって言ってたいい子ちゃんはね、その A 君にお守りを一応渡してたらしいんですよ。うん、気休めかもしれないけどねって言って、これ持ってなって。で、A 君その時ポケットに入れていたお守りをなんとなく触ったらしいんですよ。そしたら、その謎の B 君、B 君とおぼしきやつが近づいてこないんです。うん、あ、これお守りの効果なのかなと思いつつ、うん、こうやってポケットのね、そのお守りを触りながら、こう描くようにね、うん、こう、こっちの方向は見るけど近づいてこないんですよ。うん、自分の立ち位置っていうのをぐーって変えたと。うん、要は
ここに入り口があるとしたら、で B 君がいるでしょ、うん、で A 君たちがいたところ、こう近寄られてくるから、なんていうの、こっち側に回ったんだって、うんうん、こっち側にゆっくりゆっくり回ってって、うん、入り口の方にバーって走ったと、うん、逃げるぞって言って A 君と C 君はバーって入り口の方に走った、うんうん、そしたら後ろ見れないけど、うん、なんか獣のような声で追いかけてくるような足音が聞こえる、うん、うわーやばいって言って A 君と C 君は入り口のところに行って、止まってる車、うん、止まってる車の後部座席をバンって開けたら E 子ちゃんがいる、うん、運転席には D 君がいる、うん、でやばいから早く出してくれって言って A 君と C 君はその車の中に入った、うん、で2人は言うわけですよ、どうしたのどうしたの、なんでそんな慌ててるのって言うけど、いやとりあえずもう早く出してくれ、危ないからすぐ出してくれって言って車を出してもらう、うん、しばらく走って落ち着いたんですって、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってる。それに運転してる D 君が、お前なんだ急に乗り込んできて、言ったら何があったんだよ、うん、お前らおかしいぞって言ったら、助手席にいる人物っていうのが声をかけてきた、うん、お前ら二人本当におかしいよって言って、助手席の人物こっち見たら、助手席にいたの B 君だったんですよ、うん、なんで、ま、お前こんなところにいるんだよって A 君と C 君はもうパニックになって、うん、本当に気を失うかと思ったらしいんですよ、うん、だけど、その時に、なんかそのいい子ちゃんっていうのが、大丈夫、大丈夫、二人とも落ち着いてって言って、話を整理させたと。で、A 君と C 君は、B 君がいつの間にかいなくなった上に目の前から出てきた。そして今、車の中にもいる。うん、どういうこと ?B、お前は一体、本当の B なのかって確認したら、何言ってるんだよ。僕は、当たり前で本当ってか、友達は B だよって言うんだって。うんうん、で、これね、A 君と B 君と C 君が入り口に入っていって、途中でちょっと洞窟の開けたところで水滴がポチャンって当たって、うん、A 君はわーって言って、みんなでトンネルの出口に出てしまったって言ったじゃないですか、うん、本当はこのわーってなった時に B 君もびっくりして入り口戻って車に入ってたんですよ、うん、なるほど、はい、A 君と C 君だけが出口に出てたんです、はいはいはい、だけど A 君と C 君はその後も B 君と一緒にいるのを体験してるんです、うん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 、じゃああの時ずっと一緒になんかこううなずきながらとか、うんうんうん、懐中電灯ない状態でもう一個のトンネルまで行った B っていうのは一体誰だったんだろうっていうことなんですよ、うん、でこの体験をしたことで A さん的にも心霊の世界というか、うん、本当にこういう危ないことがあるんだっていうのを知って、それ以降も遊び半分というか心霊スポットに行くのはもう二度とやめましたと、うん、もう今度何かがあったらもう自分はもう戻ってこれない気がしたので、うん、っていう体験をいただきました、うん、なるほどね。